Give me championship match. You understand? このベルトは俺たちが狙ってたベルトだ。それよりも棚橋、お前は勝負。言っとけな柴田、眼中にねえよ。勝った方に IWGP タッグ次期挑戦権が与えられるこの試合だが、それだけではない。喧嘩売りに来ました。デビューした新日本プロレスに戻ってきた柴田勝頼。後藤のバックドロップでは倒れた。高校時代からのライバル後藤弘樹との壮絶な死闘を経て同級生タッグを結成した。プロレスが楽しいです。どの口が言ってんのか知らないけどさ、寝言は寝てから言えっつんだ。こら、新日本を愛し続けてきた棚橋弘、柴田を許せなかった。喧嘩売りに来ましたでしょ。じゃあ最初から同級生に会いに来ましたって言えばいいじゃん。戦ってこそ分かるものってあるんで、そこでのタッグだから、別に俺同級生に会いに来てタッグ組に来たわけじゃないし、黙らせたいですよ。苦戦は許されないですね、圧勝。そしてまた言ってやりますよ、ガチに。仲いいか悪いかって言ったらめちゃくちゃ仲悪いし、俺は好きか嫌いかってすげえ嫌いだし、認めてねえし。パートナーの棚橋とはスタイルは違えど、新日本を支えてきた真壁刀義。ただそんなチームの方がさ、面白い試合するんじゃないの。なんでかわかる？負けてると思ってもねえしよ、負けたくもねえし、だからあいつの前だよ、踏ん張るだろ。相手はもちろんパートナーとも張り合う、それが真壁刀義という男。俺全員的だと思ってるからよ。ああ、そういう戦いをやらねえと上には上がれねえんだよ。もうそれ教えてやるよ。俺の標的としたら後藤弘樹だよ。ちょっと待った。あのベルトは俺らが取る。待ったをかけた後藤弘樹。後藤弘樹によ、本当のプロの世界で教えてやるよ。一番レスラーで大事なもん取れてねえだろ。なんでかわかる？おめえがしょべえからだよ。おめえの何がしょべえって？腕とか力じゃねえ、ここがしょべえってことだよ。ちょっと待ったっていうね、後藤のそのね、マイク一個にでもね、感情が入ってるか入ってないかってわかるんですよ。今のタッグの現状にはもうやっぱ思うところもあるんで、コスチューム問題はでかいですよ。本当に後藤が一番分かってないかもしれないですよ、何がしたいか。誰にも邪魔させねえ、次も俺たちだよ、取るまでやってやる。一瞬たりとも目が離せない。敵味方関係ない、4人の思いが交錯する。 IWGP タッグ王座ナンバーワンコンテンダーマッチ、柴田勝頼、後藤弘樹 VS 真壁刀義、棚橋弘。